アルブレヒト2世、アルブレヒト2世、アルブレヒト2、1298年12月12日から1358年8月16日は、ハプスブルク家出身のオーストリア公、在位、1326年から1358年。父は、ドイツ王アルブレヒト1世、母は、ケルンテン皇、マインハルトの娘リーザベトで、兄に、ルドルフ3世。 ボヘミア王ルドルフ一世、ドイツ王フリードリヒ三世、ビオーオーストリア公、レオポルト一世が、弟に、夫、を、陽気皇がいる。健康、デアウィーザ、または、デアラミーと、生前からあだ名された名君で、両民から慕われた。政策としては、ルクセンブルクや、ビッテルスバッハ家、そして、ハプスブルク家の三つどもへの時期にあって、平和路線に沿った外交を行った。 在位中に戦争は一回しか行わず、その一回の敗北で、スイスが事実上の独立を果たすが、こだわらず、内政に没頭し、ハプスブルク家がオーストリア屋として基盤を固めるべく奔走した。アルブレヒト二世は、アルブレヒト一世の四、男として生まれた。当時のドイツ諸公は広大な境界領から上がる、莫大な公録を狙って、次男、三男を、 各地の司教や大衆道院長に送り込むのに厄器になった。アルブレヒトもバッサウ司教に選出されたが、教皇ヨハネス22世は1317年、理由は不明であるが、アルブレヒトの司教就任を拒否した。アルブレヒトは正解の道を立たれ、続会に戻ることとなった。兄たちにとって厄介者となったアルブレヒトは、1324年に、 プフィルト伯爵家の女子相続人ヨハンナをめとることとなった。プフィルト伯爵家は、ソフルドルフ一世の忠実な与党であったが、ハプスブルク家よりは格下であった。アルブレヒトの三人の兄のうち、ジョーケールドルフは1307年に、すでに死去していたが、1326年に、レオポルトが1330年に、フリードリヒビオが相次いで死去した。 兄たちの維持に男子がいなかったため、アルブレヒトと弟の夫用機公が、ハプスブルク家領の共同統治者となった。家督を相続した時、アルブレヒトにはまだ子がなかった。1330年3月25日、夫用機公の日エリーザベトが、ウィーンの宮殿で、アルブレヒトと会食中に突然混沌してそのまま死去するという件が起こった。 何者かに毒をもられたと見られるが、アルブレヒトも倒れ、一命は取り留めたものの、歩行も、ままならない体となった。こうして、派手好きで、高戦的な夫用機構が単独統治者となった。1339年2月、ビッテルスバッフ家の神聖ローマ皇帝ルートビヒ4世が、不穏な動きをしていたので、夫用機構は、チロル問題、ルドルフ4世の港で、 小術をアルブレヒトと相談すべく、グラーツからウィーンに向かったが、その途上で休止した。オットーには二人の息子がいたが、1344年に、相次いで休止した。1339年11月、アルブレヒト夫妻に、待望の男児、ルドルフ、後の建設校、ルルフ四世が生まれた、キヨハンナは39歳の高齢所産。 話が出来すぎではないかと寮内では噂となったが、その後五人の子を設けて噂は消えていった。アルブレヒトは寮民に慕われ、生前から健康とあだなされた。体が不自由になった1330年以降も、週に一度は寮民に正式な越権を許した。越権に現れたある農夫に、健康が何が望みかなと問うと、農夫は公爵様、 私は何も望みません。あなた様がご検証であられる、ご様子をこの目で確かめられれば、他に何も望みませんと答えた、という逸話が伝えられている。健康は同時に、平和公であった。ビッテルスバッハ家やルクセンブルク家との密度萌えの状況を脱却し、他のニアの朝廷役に回ったのである。健康は、現行の秩序を重んじ皇帝に真珠を誓うことで、 平和を保とうとし、皇帝の帝国統治に積極的に助力した。こうした中、ルートビヒ四世は、チロル問題で長男のブランデンブルク編共迫、ルートイヒ二世を、チロルの女領主、マルガレーテ、マウルタシュと結婚させ、これに対して、ルクセンブルク家が、教皇クレメンス六世を介入させ、ルートビヒ四世は破門された。同時に、ルクセンブルク家のボヘミア王ヨハンの長男、 カール、カール四世が対立王に立てられた。この時、健康はややビッテルスバッハ家よりの中立策を取る。健康は、教皇庁に皇帝波紋の取り消しを働きかけ、波紋後も進化の礼を取り続けてルートビヒ四世への信頼を得た。しかし1347年、ルートビヒ四世は狩猟中に、卒中で成去した。一方で、健康は、 対立王カール四世の娘カタリーナと長男ルドルフとの婚約を受け入れた。ルートビヒ四世が成居した翌年の1348年、ルドルフとカタリーナの婚約が正式に取り交わされた。しかし、これで完全にルクセンブルク家に倉替えしたわけではなく、ブランデンブルク返京博ルートビヒ二世とチロルの女領主、マルガレーテの内縁夫婦への支援も続けた。カール四世が チロルダッシュを狙っていることを知りつつ、自分の娘、マルガレーテを内縁夫婦の息子マインハルトの言い名付けとした。この婚約が、後のルドルフ四世による、チロルダッシュ劇の布石となった。ハプスブルク家がオーストリアに根付いて、まだ半世紀ほどしか経っていなかった健康の時代、オーストリアは疲弊のどん底にあった。父アルブレヒト一世が追いヨハンパリチーダに、 暗殺された時の家内の争い、兄フリードリヒビオヴビッテルスバッフ派系との転移をめぐる争い、兄、レオポルトのスイス独立戦争におけるモルガルンの戦いでの大敗、弟,弟、東洋機構の政策などにより、ハプスブルク家領内は疲弊し、天変地異も追い打ちをかけた。1351年、スイスの最有力都市中リッヒが、スイス制約者同盟に加盟した。 健康はこれを阻止しようとチューリッヒに軍を差し向けるが、大敗した。すると、健康は即座にチューリッヒと単独和解した。この和平により、スイスは事実上の独立を果たすことになった。健康は、ハプスブルク家の発祥地スイスへのこだわりを捨てて、オーストリア内政力を注ぎ、1340年のウィーン都市法を皮切りに、様々な内政改革を行った。 ウィーンの市民階級育成に取り組み、貴族と聖職者の免税特権を著しく制限し、領民すべてにかかる思い切った増税を断行した。貴族の死闘、フェイでも徹底的に抑えつけた。天変地異が発端となって、ユダヤ人狩りが起こった際には、過断な処置で、ユダヤ人保護を貫いた。ユダヤ人迫害が凄まじかったクレムス氏には、軍を差し向けて徹底的に取り締まった。 両民に、遠鎖の声が上がったが、金融信事系統を通して、貨幣流通を円滑にし、経済の活性化を図るため、ユダヤ人保護は必要だった。過断な処置は功を奏し、ユダヤ人迫害はなりを潜めた。健康が単独統治に入った1339年には、税収がすべて債権者に渡っていたが、1350年頃から、好転し、 健康の晩年には帝国諸侯のうちでも有数の富豪にのし上がっていた。1355年3月にはウィーンで帝国議会が開かれるまでになり、前年ペストでやられたにもかかわらず、帝国議会のホストを務めて、世界都市としての役割を果たした。1355年11月、アルブレヒトは、領内の家臣一同を呼び寄せ、改めて、 ハプスブルク家に忠誠を誓わせ、家権を発布した。この家権には、家臣に君主への抵抗権と君主一族の内紛への介入権を認めていい記述がある。息子たちに領民の安寧と国内平和を守ることを説く一方、家臣たちには実力を持って君主の非道を止めようと命じている。その意味でこの家法は、 最初の民主主義的憲法の走りと見ることができるかも知れない。この過法はヨーロッパにおいて続々と発せられた各家の過法の先人を切って発せられたのであった。健康必須のハプスブルク家権により大半がオーストリアとその周辺在地領主である家臣たちと外来のハプスブルク家との中退感が醸成され、ハプスブルク家はオーストリア屋と称されていくこととなった。 1324年に、プフィルトハクウルリヒ三世の娘ヨハンナと結婚し、1339年から1351年の間に6子を設けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。